サイクリック宇宙論は宇宙は無限の自律的な循環に従うとする宇宙論である。例えば1930年にアルベルト・アインシュタインが簡潔に考えを示した振動宇宙論はビッグバンによって始まりビッグクランチによって終わる振動が永遠に連続する宇宙を理論化した。ビッグバンとビッグクランチの間宇宙は膨張してゆきその後 物質の重力による引力によって、再び収縮し崩壊して、ビッグバウンスが起こる。1930年代、理論物理学者、とりわけ、アルバート・アインシュタインは、膨張宇宙モデルに代わる、サイクリック宇宙モデルの可能性を考察していた。しかし、1934年に、リチャード・トルマンは、サイクリック宇宙モデルの初期の試みは、熱力学、 第二法則に従ってエントロピーは常に増大するというエントロピー問題のため失敗していることを示した。トルマンの成果は宇宙の連続するサイクルは次第に長く大きくなっていくことを示唆した。外装によって時間を遡っていくと現在の宇宙より前の宇宙はそのサイクルはより短く大きさはより小さくなっていく。このことは 理論的に困難な状況として何十年も解決されずにいたが21世紀初期に暗黒エネルギー成分の発見を契機に論理的整合性を持つサイクリック宇宙論が提唱された新しいサイクリック宇宙モデルの一つは初期のエキピロティック宇宙論モデルから派生した宇宙の創生のブレイン宇宙論モデルであるこれは2001年にプリンストン大学のポールスタインハート及び ケンブリッジ大学のニール・テュ・ロックによって提唱された。その理論は一度のみならず何度も繰り返し存在する宇宙を記述している。その理論は宇宙定数として知られる宇宙の膨張を加速している。エネルギーの不思議な反発的性質はなぜ標準的なビッグバンモデルによって予測されているよりも小さいオーダーの大きさであるのかを潜在的に説明する。 これとは異なるファントムエネルギーの概念に基づくサイクリック宇宙モデルが2007年にノースカロライナ大学チャペルヒル校のローリスバウム及びポール・フランプトンによって提唱された。このサイクリック宇宙モデルでは2つの平行なオービホールド平面またはエムブレーンはより高次元の空間の中で周期的に衝突する。我々に 可視的な四次元宇宙はこれらのブレーンのうちの一つに横たわっている。その衝突は収縮から膨張への反転、または直後にビッグバンが続いて起こるビッグクランチに対応する。今日我々が見る物質及び放射はブレーンの前に作られた量子揺らぎによって決定づけられたパターン中での直近の衝突の間に発生したことになる。 最終的に宇宙は今日我々が観測している状態に到達し何億年も先の未来に再び収縮を開始する。暗黒エネルギーはブレーン間の力に対応し磁気短極視問題、地平線問題及び平坦性問題を解決する決定的な役割を担う。そしてこのサイクルは過去と未来が無限に連なる。 その回はアトラクターであり、宇宙の完全な歴史の情報を含んでいる。リチャード・トルマンが示したように、初期のサイクリック宇宙モデルは、宇宙が不可避の熱力学的な熱適史を経験するということから破綻していた。しかし、新しいサイクリック宇宙モデルは膨張していく。サイクルを持ちエントロピーが増大するのを妨げることによってこの問題を回避している。しかしながら、 このモデルには主要な問題が存在する。とりわけ、衝突するブレーンは、原理論学者によって理解されていない。また、スケール普遍スペクトルが、ビッグクランチによって破壊されるかどうかは誰も知らない。さらに、宇宙のインフレーションのように真空の揺らぎを生成するために必要な力の一般的な特性が知られている一方で、その力に関する素粒子物理学からの候補はない。 2007年のこの新しいサイクリック宇宙モデルはパラメータ W を通して圧力と密度に関わる暗黒エネルギーの状態の方程式に関して新規の技術的な過程を設定する。それは現在を含む宇宙のサイクルの中で常に W-1 であることを仮定する。バウム・フランプトンモデルではビッグリップの10から24秒以前に宇宙の反転が起こり、 結果的に一つの区画だけが我々の宇宙として保持されたとする。この宇宙の区画はクオーク、レプトン、またはゲージ粒子を含まず暗黒エネルギーだけを含む。それゆえ、そのエントロピーは例になる。この非常に小さい宇宙の収縮の断熱過程では、エントロピーは常にゼロで宇宙の反転の前に崩壊するブラックホールなどの物質は存在しない。宇宙が 無に帰るというアイデアはこのサイクリック宇宙モデルの中心の新しいもので QCD 焦点位や電弱対称性の回復などの相転移の問題と同様に過剰な宇宙の構造形成やブラックホールの拡散や膨張のような収縮期における問題に直面する多くの困難を避けることができる。これらの問題は熱力学第二法則の破れを単純に避けるために 望んでいない反発力を生成する傾向が強く見られる。この画期的な W-1 の条件は真に無限循環のサイクリック宇宙論にとってエントロピー問題のために論理的に必須であろう。それでもなお、さらに多くの技術的に支援する計算がそのアプローチの一貫性を保証するために必要である。このモデルは原理論からアイデアを借りているが、 原や多次元を導入する必要はないただし、そのような施策は、理論の内部整合性を調査する、最も迅速な方法を与えるであろう。バウム・フランプトンモデルの W の値は任意に、マイナス1に近づけることができるが、それよりは、小さくないといけない。ありがとうございます。